激玉をご覧の皆様こんばんは。ナビゲーターの大鳥恵美です。この番組は皆様の生活に演劇はいかがでしょうかとお勧めする番組です。あらもうちょっと何、はい、ちょっとということでメイン先週に引き続きメイン MC を務めさせていただきます、市川みょりです。よろしくお願いします。ちょっと何、はい、ということで何で何で何でちょっと待って待ってちょっとうるさいです。あの始まりましたけれどもどうですかね。今日も可愛いです。やばやばいよ、みんな乗っ取られるよ。ありがとうございます。ねえちょっと大変大変、なんかあの大変しがれ声のおばさんがなんかひどい可愛いでいるんですけれども、あのファンが減るでしょ、やめてよ今週も頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、というわけでねえ始まりましたけどどうですか。ちょっと画面切り替えてください。ちょっと私映ってます。でも可愛いんで独占中です。ありがとうございます。私だって負けてませんからねさあということで本日のゲストをご紹介しましょう、はい、もう早くない早くない、ま、ちょっと先にラインナップだけいいでしょうか。じゃあラインナップだけお願いします何それざっくりな振り、はい、はい、じゃあまずはゲストを呼んでの生トークです。はい、本日のゲストは誰ですか。それでは本日のゲストをご紹介します。もう一個だからラインナップやろうって言ったじゃん。そういうこと。ちょっと待ってではじゃあそこはじゃあ秘密ってことで置いといて。そうですね、ちょっと今日は秘密でこんな音です。はい伝わるかい、はい、で、はい、その後に生トークを挟みつつの、はい、挟みつつの連続ショートドラマアジサイ、そうねえ、よく行きました。そしてでまた生トークに挟みつつの、はい、トークを挟みつつのロケ玉です。ロケ玉です。知らないでしょう。いや知ってます。あ知ってる。この間やったもんね。そう、亀さんが出てきますそうそうそう、亀さんが出てきます。あ、当てる当てる当てる。そう、今回は新宿のシアターブラッツに行って、なんとそこのオーナーが超有名人、あの人ですよね。誰だ。お父さんあ、そうそうなんです。あの伊藤家の食卓の、そうお父さんですよ、ね、お父さんなんですよ。あの知ってます。じゃあそれも、はい、じゃあ後ほどのコーナーでお楽しみにということで、はい、で生トークをまた挟みまして、はい、最後はお中野さんの授業です、はい、あ中野さん、エンタの TV、 エンタの TV ですよ。あれ大好きです。この間、はい、ね、ちょっといいところまで進んだんで、その後が続きが楽しみですね。皆さん楽しみにしててください。これ私映ってんのかな本当に、はい、映ったらちゃんとあの見切れてますからね。多分見切れます。じゃあスタートしましょうか、はい、ではスタートします。はい、演劇を100万倍楽しむバラエティー激玉、せーの激玉。嘘でしょいやスタートー、イエーイ。映ってんのかな。はい、ではじゃあトークのよトークのコーナーです、はい、あトークのコーナーですか、はい、いいんですか。呼び込んで大丈夫ですか、はい、もう喋り切りましたかちょっと大丈夫ですか完全に乗っ取られてる、はいはい、ということでメイン MC 市川みょりが進めてまいりますそれでは本日のゲストはこの方です。ファイト一発、イエーイ。ファイト一発、イエーイ。ファイト一発、違うんだけど、え違うんですか。何回も言った、違うんですか。こう一発じゃない、仕方が今日本当に分かんない。あそっか、確かに商品が見えないから。これだとあ必ずこの四角いところ、これだ。あそうだよ、これがここの四角いところ、あこれですね、うん、この四角いところの端っこを、こういうこと、そう、おでちょっと下向きにしないと、はい、ラベルがテカっちゃう的なですよね。こうして、おお、やってるとね、すぐすぐもできちゃう、こうあったらすぐやっちゃうってニコニコってしだ、ニコニコの、あすごいです、爽やかに、すごい、じゃあやって、やっていただきますか。カメラに向かってやっていただきます。はい、はい、でもファイト一発って言った後にやるんだ。あそっか、うん、じゃあ、はい、どうぞ。はい、あ3本の方がいいんじゃないですかこれやっぱ大鳥さんサイズ、大鳥さんサイズです、それじゃあ分かりました、行きますか。えじゃあファイト一発、じゃああちらのボタンカメラに、はい、こちらでいいですか。じゃあ俺がファイトっていうから、はい、一発、ね、一発で、で、イとパの間にちっちゃな「つ」を1個つけるんだ。
イとパの間に、うん、イッパーイッパーそうです。おー合わせてね、はい、了解です。俺ファイトっていうから、はい、俺よりも大きな声になってよ。頑張ります。で、はい、イッパーって言った後にシュッて出す。シュッ、そうそう、オッケー。今日前倒しで、ね、了解。ちゃんとこれ、はい、知ってるかな。はい、はい、じゃあ本番いきます。はい、3、2、1、ファイトイッパー。あ、間違えた。私が難しい。こういうことですか。難しい、難しい、難しい。てか一人の声量多くないですか。そう、びっくりした、はい、今私どうしようと思ってあの無理、もっとこれ以上出さなきゃいけないんだと思って。私これだからね、こう大きいんだ俺。あー、そういうことか。伊達に筋肉があるわけじゃないんですね。筋肉関係ないから関係ないんですか。関係ないし、声に関係ないんですか、筋肉って。でもこう、あの、このコマーシャルのために当時は筋肉鍛えつけてました、やっぱ、うん。だってその頃の体脂肪いくつでしたっけ。はい、7%。ねえ、やばくないですか。ね、よくわかんないです。7% どれくらい脂肪が、だいたいどれくらいですか、成人男性。8パックでした。え、7% って生きてられるんですか。あ、ギリギリラインらしいよ。ギリギリですかね。アスリートが、ね、何パーセント。わかんないね。わかんない。ないと思うよ。その感じ。確かに。逆に脂肪しかないかもしれない。そんなことない。そんなことないですよね。でも顔ちっちゃいよな。ちっちゃいです。俺もちっちゃいって言われるけど、確かに。そのまた半分ぐらいしかないもん。そうですね。大丈夫です。生きてます。なんとか。風とかでパーって飛ばされないか。あ、でも傘開いてるとメリーポピンズ状態になりそうになる。あ、それは傘がだろ。あるんで、こうやって。十数年前に舞台で、はい。うん、ご一緒したんですよ、うん、そうですね。でその時が11歳。はい、11歳ですか。で十数年、はい、で10年経ってこれ同じだったんですよ。で10年前このぐらいだったそう、いや変わらずですね。変わらず、変わらず、変わらないんです。小さいままで変わんないタイプだね。そうですね、変わらないです。なんか、うん、濃縮してるんだろうね。だってすごい石頭なんですよ。そう、濃縮還元してます。はい、AKB の中で石頭キャラですごい、うん、そうですね。でも反応早いよね。負けてるもんね。そう、反応、え、何ですか。本当に乗っ取られちゃってるもんね。そんなことないんですよ。やばい、やばいですよ。あ、でもこの絵いいね。なんかポカホンタスとオリーブオイルみたいな。あ、オリーブオイル。わかんない、わかんない。そうですか。もうね、ちょっとひろゆきさんの独創的なネーミングセンスを今日いただいたんですけど。何ですか、ポカホンタ。ポカホンタスらしいので今日。ポカホンタスってあるじゃない、映画ですよね。映画は。知らなかった。初めちょっとね、知らなかったんだけど。知らなかったです。オリーブオイル知ってる？オリーブオイルは知ってます。あの、美味しい。美味しい、美味しい。そう、油ですよね。そうそうそう、そうです。よかった。そうです。映画かと思いました。どこかさあ、すみません、はい、せっかくいらしていただいた、はい、中飲みますか。あ、そうでした。ね、これ飲まれます。いやいやいや、これ、あ、これはね、元気があるので大丈夫。はい、わ、炭酸水、炭酸水で、はい、了解です。炭酸の入った、はい、氷を入れてください。あ、線を踏まれていた。ごめんごめんごめん。なるほどね。あ、面白い。そうさあ、そうか、こちら氷です。初めて来たけど、はい、氷何個入れます。初めてじゃないけど、ロケで来たけど、はい、ここですね。こちらですよね、うん、すっごい分かりづらいとこにあって。いや、でもなんか隠れ家的でいいよね、はい、あ、本当ですか、うん、何個くらい入れますか。褒められてます。やった、ありがとうございます。エチハスタジオさん褒められてます。ありがとうございます。岡本さん喜んでおります。ちゃんとした時間に来よう。エチグヤストリオカフェ、すいません。そう、最初ここに、ね、来るときに、ね、そう、相当、はい、迷われちゃったみたいで、ひろゆきさんが最初ね、ロケで来る。いい匂い。こんなところにカフェがあるとは思わないもん。はい、でしかも行き止まりのところなんですよね。そう、そうなんですよ。だから、ね、車で入ってきづらかったみたいで。でもこの辺のに勤めてたり住んでる人は知ってるよね。はい、あ、そうですね、まあ、そうですよね、きっとね。まだ始まって1年ぐらい、ね、なんですって。だから、うん、徐々に浸透し始めてるみたいな。だからちゃんとした時に来ればメニューがあって。そうです、ね、めっちゃ美味しいんですよ。いや、美味しいです、ね、すごい。初めてね、最初の、うん、何でした、記者会見の時。あ、そうだ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 、食べさせていただいて、そう、めちゃめちゃ美味しい。本格的な皮があったりして、すっごい美味しかったです。そうなんです。あの、私の好きな薄めの
薄めでふわふわのなんかすごい美味しいやつ、もちもちしてる、はい、ちょもちもちしてる食レポしたことないんですよね。じゃあ乾杯。はい、乾杯。いつでもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。アジサイね、アジサイで、あ、そうですね、美味しいです。はい、お二人もご一緒に、私もそうです、みんなね、そうなんですよ、そうだよ、ここはすごいつながりがありますもんね。そう、濃厚な、濃厚なつながりはここで、ね、いろいろ現場がご一緒することが多かったそうですよね。夏木だよ、そうです、夏木ですよね。夏木がつくとさつきって、さつきってだってめっちゃシリアスなシーンでさつきって言うからみんな笑う必死にこらえてたんですよ。私も振り向いていいのかどうかっていうのすごいためらって何回心の中で夏木です、夏木ですっていうみんな思ってたっていう、でも真面目だから俺だけ全然そう間違えたと思ってないもん、ね、全然しっくりきてましたよね。むしろ夏希にしっくりきてない感じですよね夏希みたいな、うん、あれなんですよね、夏希って感じしないんだ、はい、やっぱりね。えー、じゃあ夏希かっていうとさつきでもないんだけど、まあさつきも違います、ね、やっぱりポカホンタスなんだよね。ポカホンタスが分かんないですそれはどういうことなんですか。あの似てる人が、視聴者の方はぜひググっていただいて、ね、ググってポカホンタスこんな感じらしい、本当だって感じだよ。本当ですか。え、似てるってことですか主人公がみたいな、うん、こんな感じだ、こんな感じで、なんかいろんな面持ってんじゃんはい、純日本っていう感じしないよね、うん、あ、まあ確かになんか整ったね感じが本当に思ってる本当さっきなんかしゃがれ声のおばちゃんと思ったらすごいびっくり、ああそうなんだと思って、出ました出ましたと思って、本物の声が出ましたと思って、聞かれちゃいましたいいんだけどね、なんかすごいあれなんですよ、可愛くて、私の中では娘をずっとやってくれてる感じなんです、そのいつも役で。あ、そうですね、今回もそうだし、そのなんか今回もじゃないですか、今回は違いましたけど、コトの時の舞台の時に、はい、コトっていう舞台をやらせてもらって、その時の舞台で娘だったり、その10年前も娘で、はい、その時の関係性とか信頼性があるから、はい、ずけずけ言えるんだね。そうなんですよね、きっと。そうなんですよね、そういうことです。そう、なんかすごい言われるでもなんかそれも嫌じゃないっていう、うん、もう本当に親子ですその笑顔で負けちゃうよねすごい、何言ってもさ、どんなきついこと言ってもその笑顔でいいからさ全然、はい、ちょっと腹の中はどんなになってんだろうな腹の中なんもないです。あ、なんもないのね。なんか思いついたことを喋ってます自由、あ、じゃあすごい、自由か、そうです、思いつきがすごいよね。思いついた、うん、もうだって今回台本ないんですよね。そう、 ないけど、はい、思いついたやつを何の消化もしないでポッてポッて言っちゃうんですよ、いうのは一つの能力だよ多分、ね、うん、なん言っていい時と悪い時がまだ判断つかないのが良くないんですけど、でもいいじゃんそれで、いいんですかね。でも言ったもん勝ちみたいなのあるから、なんか身寄りが失礼を働いてる現場を見たことないです。あ、嬉しい。だからこのキャラで失礼にならないんだ、きっとね。どんな失礼なこと言っても。言っても。でもなるほど。だから映像がなかったら、音声だけ聞いてたら、なんでこんなこと言っちゃってと思うかもしれない。あとなんか声質的にも、なんか変なこと言っても紛れます。得してる？なんか私がバカ野郎って言ってもなんか何もないじゃないですか。いやでもその表情だよ表情、その表情でバカ野郎って言ったらね、あ、そうですか、バカ野郎って聞こえないからね。まあでも本当に現場でもすごいナイスキャラクターで盛り上げてくれて本当に良かったです。いやでもね、寝そうになりましたちょっとこの現場で、ね、なんだよそれ寝そうになってちょっとあの割と朝早かったんですよ。あ、それみんなの芝居が退屈だってこと？いや違うんですよ自分のシーンでカメラを思いっきり向けられてるんですけど、え、そこで眠くなったの？で神経を集中させてるつもりが目が、ね、眠くなって閉じちゃうんですよね。こうスイッチオフするんですよ。それ神経集中してないよきっと。なんですかね、こう、うん、よくわかんないんですけど、うん、多分ある時間になるとオフるんですよ電源がこうポチッと、うん、そうするともう何も聞かなくなっちゃって。これすごいね。てか今日結構ずぶとくない？はい、気も座ってるよね。そうですね、うん、申し訳なかったです。俺も、はい、もうかなり年になってきてるから、はい、
スタジオでちゃんとスリーピースとか着て行った時に、はい、スタジオがすごい照明がいっぱいで暑くて、でなんかあの気絶しそうになるぐらい暑かったの、はいはい、でギューって我慢してたら突然眠くなって、はあ、で気がついたら、あ、寝てたっていう時があったんだよ。やっぱどんな人でもね、その時は許されないから、もう謝りまくったよ。いくつの時ですか？いや、もう最近ですよ。うん、最近か、最近か、私をって言ってましたもんね。そう、まだ早いよね。そうですね、私は多分お腹がすくと切れますみたいな。お腹がすくと、でもそれすごいわかるんですよ。どういう風に切れるの？なんですかね、お腹がすくともう体力のバロメーターが一気に下がるので、もう頭が回らなくなってバスって切れちゃう。あの親子じゃないけどもう血がつながってるから一緒みたいな。くらい一緒っていう話を聞く。それね、低血糖になったりするの？多分そうなんだと思います。なんか、あのめまいとかしちゃうんですよね、やっぱ。めまいか、朝とか食べないと。もうね、ダメなんです。俺もね、あの、はい、若い頃低血糖になって突然ギョンとお腹が空いて、イライラしてきて、はいはいはい、震えてくるの、何もできなくなる。いやで、そうすると、はい、アイスクリーム、あのこのぐらいの大きいやつをガーッて食っちゃったり、あの、家族用のやつ、そう大きいやつ。普段あれだけ節制されてるじゃないですか、本当に。若い頃ね、あ、若い頃ですもんね。だから低血糖になるから、はいはい、確かに甘いものを食べないとって言われますもんね。で、腹いっぱいになって気持ち悪くなって、わかります、それ。その繰り返しだ。確かに気持ち悪いみたいな。でも糖質をそのちょっと抑えるような食事にしてから、それなくなったね。さあ、ということで VTR 振りをお願いしたいんですけど。いきなりですか？はい。何の、アジサイの？いや、ちょうどいい、なんか凍結低血糖のお話が、凍血糖の、低血糖、低血糖ね、凍血糖じゃない、低血糖、低血糖のお話ができたところで、ね、V振りをお願いしたいんですけど、はい、何でしたっけ？連続ショートドラマ、アジサイの VTR 振りです。ということです。それでは、じゃあということで、どうしますか？じゃあ、こっちに向かって、V振りをお願いします。VTR、 お一発、イエイ。アジサイは花びらのように見える小さな萼が集まって大きな花に見える不思議な花。それはまるで街のようだと誰かが言った。アジサイは土によって色を変えていく不思議な花。それはまるで人のようだと誰かが言った。これは再開発に揺れるとある町の商店街に起こった小さな小さな物語。新しいランチメニュー、そう、夏希ちゃんのアイデアで宇宙定食とシャリ丼、しかも450円、安っ。シャリ丼ってどんな感じですかね？シャリだからご飯だけなんじゃない？コシヒカリの上に秋田小町が乗ってるみたいな。シャリ丼、お待たせしました。わー、おいしい。鉄火丼じゃん。うまそうじゃん。よし、うちも新しいランチメニュー考えるから。いいですね、葵ちゃん。お料理得意だって言ってたわね。ええ、まあ新しいメニュー考えて。はい。遅い。え、もうランチタイムはとっくに始まってんだよ。いや、でも俺は富山さん悪いんだけど、八尾春さんでレタス買ってきてもらえないと足りそうにないの。了解。あー、ついでにエプロン、クリーニングに出してもらえませんか？喜んで。何やってんだ、俺。
3日後ね。あ、はい。あ、ポイントカードも渡しとくから、スタンプ集めてくれると500円引きになるから。へえ。ポイントカード？そう、500円でポイント1個、10個貯まったらコーヒー1杯サービスとか。いい、マスターやりましょうよ。よし、やってみるか。遠山さん、ありがとうございます。いや、そんな。いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。何やってんだこれ。いらっしゃいませ。いら、もう来ないんじゃなかったのかよ。新しいメニューできた言うたから来たったんや。ありがたいと思え。うるせえバカ野郎。どっち食うんだ、定食か丼か。定食に決まってるやろ。決まってねえから。まずいブレンドもつけてね。毎度。新しいランチメニュー発表。こっちが AKB サンドで、こっちが NMB サンドです。 AKB？ あんこ、コーン、バナナのサンドイッチ。 NMB？ 納豆、明太子、ベーコンのサンドイッチです。まずそう。さあ、どうぞ。はーい。てか、コーンって K じゃなくて C だし。え、そうなんですか。すごい、さすが。おいしいな。おいしい。固く握り締めたこの拳を少し休ませて、手を開いたら手をつなごう。誰かのぬくもりをもらったらまた歩き出せるから。はーい、見ていただきました。第8話終わりました。はい、8話。よかったね。現場惜しかったよ。本当ですか。ありがとうございます。なんかね、ずっとあのモチベーションが高くて、おお、ね、はい、何気なくいっけちゃんも、うん、ああいう感じだから、うんうん、何気なく過ごしていながらずっと虎視眈々と芝居考えてんじゃん。そうですね、そうですね、ずっとね。で、俺も考えてうんっていうような芝居をすると反応するもんね、うん、で、みんな同じ劇団の人だったでしょ。はい、はい、あ、いいよね、そういうその空気感というか、うんうん、え、逆にその他の現場さんだとなんかちょっとなんていうんですか、このドライに仕事をやってるみたいなことがあったりするんですか。いやいや、あの、なんだろう、普通こう、うん、連続ドラマだと、はい、あの一日リハーサルの日を設けたりっていうのもあるけど、うんうん、ほとんどはもう台本もらって自分たちで作ってって、そうですね、で自分の出番直前に呼ばれて、でカメリハやって、うん、ダンスルやって本番みたいな、うん、はい、そう、あのお芝居みたいに稽古ないんだよね。そうですね、あ、本当に短い中でコミュニケーションなんか取らなくてももう分かってんだろみたいな感じでやるから。そう、でも確かにその私もドラマとかで主演やらせてもらうの初めてだし、うん、初めてドラマに出ますっていう方も結構いて、はい、うん、なんかだからこそ稽古を結構やらせてもらったんですよ。そうですね、監督と一緒に ね、やってそういう雰囲気あったもん。はい、だそこにゲストで俺来ると、はい、完璧アウェーなんだけどもう雰囲気できてるところに、あ、またそうですよね、入ってくるから、うんうん、あの稽古1日やるとかね、はい、そう思ったらいいのかもしれない。それ、あの
日本だとそういう習慣がないっていうかね、うん、海外はあるんですか？海外はありますよ。あ、そうなんですね。だって1日に何カットも取らないから。あ、そういうことか。あ、海外して。映画だとリハーサルの日にちも受けたり。そうですよね。テストしたり。あ、そうなんですね。あんま映像私もやったことない。そんなことないか。でもね、俺言ってそんなことないけど、アメリカの映画に出た時、それはもうセルビアってとこで撮ったんだけど、もうかっこいい。出来上がってるところにサルマ・ハイクが主役でいて、その時はテストとかあんまりしないで、いきなりテストするよ。いきなりそのリハーサルしないでテスト。はい、テストで。仮面リハ。で動いて、それで向こうはね、助監督が一番命令系統としては権限持ってるんだよ、その現場は。助監督さんがですか？助監督って AD っていうのね、AD がの言うことを完璧に聞かなきゃいけない。はい、AD さん、うん、はい。だから監督といえども、うん、何しに来たのって言われるんだよ。監督さんに、はいはい、ここでちょっと、それ何分あるの？分かった、みんな監督が3分欲しいって言ってるからで、AD が仕切る。それであと照明とかセットの配置とかなんかは、うん、DP って言ってディレクター・オフ・フォトグラフィーって撮影監督っていうのがいて、その人が仕切るわけ。で照明チームっていうのがあるようでないって技師さんばっかりの集まりなんだよね。でサウンドマンはサウンドマンでいるんだけど、はい、あとはオペレーターがいて、日本でいうカメラマンっていうのはオペレーターなんだよね。で日本でいうカメラマンは、はい、撮影監督、はい、あ、撮影監督でメインのカメラを回すか、はい、あるいはそうじゃない時は監督と一緒に違うところでモニターを見て、自分がこう采配してレール、ここはレールね、はいはいはい、何ミリの使って、お前こっちからこうだよって。うーん、あ、じゃあみんながもう監督みたいな感じで。それは撮影監督映像の監督、映像監督と撮影監督と、うん、監督ばっかりですね。テストやるでしょ、ね、そのシーンのそのカットやるよって言って、うん、まあワンシーンをこう通してテストするんだけど、うん、その時に初めて芝居できるわけよ、自分の。あ、そっか、それまでは何もなくね。それまではやってみると、ポジション通りみたいな。向こうもまああんまり、違わない芝居を考えてきてるから、うん、こうダイナミズムもちゃんと計算してるし、ここは盛り上がるとこだなとかね、うん、ここで近づくなとか、ここで向こう向くなとかみたいな暗黙のうちに決まってる、決めていくんだけど、でそれで決まったらやり直しとかなくて、それでその DP が、あ、じゃあここそのセットここに移して、キーライトがここで、このレール引いて何ミリ使ってって作り出すわけ。結構 そういう意味では、うん、日本と、ま、対策っていうか、その、はい、すごい予算があって何十億もある映画じゃなかったんで、うん、そういう感じだったかもしれないけど、うん、時間が割けないっていう状態、はいはい、あれですよね、ひろゆきさんの一番最初の主演の映画の時に、うん、南部さんが出てらっしゃったんですよね。そう別の話もちょっとアジサイの現場で伺って、すごいなと思って、ね、つながりがある。あんななんか天才カメラマンみたいになってるとは思わなかったの。すごいですね。あ、私そういえば思い出したんですけど、うん、私も来年の春にですね、初主演映画をやらせていただくんですよ。ぶっ込んできた。はい、それってやらせていただくと、撮るの？もう撮りまして。撮ったんだ。もうって公開が来年の春に決定いたしまして、はい、ありがとうございます。とりあえずですね、全国展開予定なんですけど、ルネシーブルの、池袋さんとルネシーブル梅田さんとか他順に公開予定ということでですね、放課後戦記という、はい、映画でございます。しっかり告知しました、はい、今放課後戦記ですよね。ちゃんと主役やってんだからな。はい、でも主役なんだね、はい、そうなんです。こちらオーディションで、はい、初主役、オーディションで勝ち取りました。初主演主役ということで。でもここで鍛えられてるからいいんじゃないの。なんですか。結構勉強になってるでしょ。いや、ここでも本当に勉強になっているって言いたいんですけど、ね、それより前にもう終わって
ってたので撮影が。そうなんです。そうなんですよ。割と前に撮ったみたいで。ちょっとこれよりもその関連の舞台もちょっと前にあったの、ね。そうなんですよ。それは去年の、はい、この時期にやってたんですけど。結構面白かったんですよ。はい、そうなんです。舞台。着々ひろきさん舞台やられてるんですよ。あ、舞台やられてるんですか。もう告知するようなのは大丈夫ですか。あ、終わっちゃったんですね。この間すごい素敵だったんですよ。じゃあ意味ないです。友情ね、コスモスのバラードっていうやつを見せていただいて、もうずっとロングラン続けてる作品なんですね。そうなんです。すごい。でもなんかやっぱりね、若い方の演技とかね、ちょっとね、まだまだだなって思うところが終わりだったみたいで。いやでも自分もそうだったから、まあそれ以下だったかもしれないしね。でも分かります。なんかね、自分若い時は多分ね、言ってくれる人がいなかったかもしれないけど、言ってくれる人がいたらなって思うようなことがあるわけよね、若い人見てると。そうですね、やっぱり言ってくれる先輩がいるっていうのは本当に恵まれていて。でもそれ言っても分からないと思うんだよね。まあそれもありますよね。お芝居ってさ、空気みたいじゃん。はい、正解がないから分かんないね。説明することないからね。はい、だからその人と一緒に芝居をやりながら、こうなんか波動を送ったり してね、その人が分かると思うんだよね。気づけるかどうかってことですよね、きっと。ボリュームだとか、目線だとか、間合いだとか、ね、なんかそういうので学んでいかないと、自分のものにならないよね。そうですね、学ぶ場所ですもんね、舞台のお稽古とかは。本当にあります。最初にひろきさんが芝居をやったのはおいくつの時なんですか。結構さあ、ということで、VTR 振りをお願いしたいと思います。ないない、今めっちゃ話せって言われたから私も話したの。はい、ということで VTR 次は何ですか。はい、ロケ玉でございます。ロケ玉です。はい、劇場紹介でございます。そうです。はい、ということで、本日はシアターブラッツに行ってまいりまして、最初ちょっとちらっと言ったんですけど、そこのオーナーがですね、布施ひろしさんなんです。そうなんです。あ、そうなのか。そうなんです。そう、仲いいよ。仲いいです。あ、本当ですか。そうなんです。すごい素敵、こんなつながるんですね。やっぱつながりがありますもんね、何でもね。はい、ということですけども、はい、じゃあ VTR 振りをお願いしてもいいですか。こちらです。せーの、 VTRスタート。かぶってる。あ、はい、亀井さん、はい、あそこじゃないですか。あ、そうだそうだ。あ、そうです。あ、あそこ、ね、あそこ。はい。着いたー。やっと着きましたね。シアターブラッツさんです、本日は。来ました。はい、じゃあ、いきますか。はい。ライブハウス感覚。あ、そう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 。本日は、はいはい、なんとあの布施ひろしさんにインタビューをさせていただけるってこと。失礼します。はい、あ、どうも。あ、どうも。失礼します。シアターブラッツのオーナーの布施ひろしさんです。どうも。布施ひろしです。疲れです。ずいぶん前からあの育成に携わっていらっしゃるんですよね、そう、若手の。うん、っていうか、だから36の時に、はい、TRP 東京ロックパラダイスという劇団を立ち上げて、はいはい、その劇団なんか作るつもりなかったんですよね。あ、そうなんですね。そうそうそう、一本だけやりたい仕事があったの。あ、まあ、全国からやって160人ぐらい出てきて、はい、入ってきて7ヶ月間稽古やってて、まあ、ロックンロールミュージカルみたいな、歌って踊って芝居してみたいな、その肉体訓練が厳しくて、2週間3週間で30人に減ったと。まあそんなもんだろうな、とよく30人残ったなと思う。立ち上げてっつうか、本当はそれだけでやめるつもりだったんですよ。だけど来た人たちはほら、布施ひろし劇団に来たと思ってるわけですよ。でこのままこんなもん解散するのもあれだなと思ったわけ。じゃあ勝手にもうやりたいことをやりたいようにやりたいやつがやろうと。うん、でブラッツっていう命名も悪ガキだから、あ、だからやりたいやつがやりたいようにやっていけばいいんじゃないって話で、今そのテレビで失われてるようなことが、その布施さんの劇団を見に来たら見れるみたいなことにもなってる。
小劇場の芝居っていうのは面白いんじゃないですかね、あの人ら、うん、また大きなとこは大きなとこで、そうで、そういうの規模でないとできない演劇ってあるじゃない、うん、だけども忘れてほしくないのはやっぱり小さな劇場でこのその距離感とかなんとかっていうのはやっぱりね、うん、面白いと思いますよ。すいません、ちょっともうお話尽きないんですけども、あの来月やる布施さんの劇団の、うん、あの川原家の川原家の乱のなんかあの魅力というか、まあ、うちは要するにね、うちのまあ奥さんがずっと本ほとんど書いてるんですけど、新作で、はい、まあ、今回は新作なんですけど、やっぱり分かりやすくていいんじゃないっていう、で役者がやっぱりちょっとやっぱりクオリティ高いんで、うん、最近負けそうなんですよ俺が。芝居でしかできないことやろうよっていう、だから今回もまあ単なる単純にあの一家の話なんだけども、はい、うん、面白いと思いましたよ。ぜひじゃ ぜひじゃあチケットの方はこちらに、はい、ご予約をいただけるとありがたいです、はい、では最後あの布施さんからメッセージをお願いします。ぜひあのなかなかやっぱりね、もうまだ浸透してないと思うんですけども、やっぱり小劇場ならでは あの演劇の面白さっていうのはありますんで、ずっと、まあ、こうもうすぐ20年になりますけども、いろんな劇場ありますけどもやってますんで、ぜひ、見に来てください。絶対楽しいですから。ありがとうございます。ありがとうございました。でも説得力が違うシアターブラッツに来てください。はい、はい、そうなんです。貴重なお話を、すごい昔のお話をいろいろ聞かせていただいて、いまだに熱いよね。そうお芝居にはね。そうですよ。いや、中がよくされてるってことで。きっかけは何かあったんですか？飲みに行ったりする関係じゃないんだけど。あ、そういうわけじゃないんです。あの仲いいんですよ。なんか仲いい。なんか仲いい。なんかご共演された。どっかで会うと仲良かったり。あのゴルフのなんかゲストがあるんだけど、僕行けないんで来てくれますとか。へえ、そういう代わりとかを、うん、代わりに行ったり、まあ、あの一緒に呼んでくれたり。あ、そうなんですね。なんか台本の持ってるリズムだったりとか、はい、うん、そういう言葉選びだったりとかっていうのを、うん、やっぱり倉本先生の本ですごく知ったっていう。ああ、それは大切だよね。うん、俺たちその俳優って俺はあの遅咲きっていうか、うん、あの皆さんがやってるような基礎をあんまりやってこなかったんでね。あ、そうだ、さっきね途中になりましたけど、最初にお芝居をやった、いや、あのちっちゃな劇団にいて、ね、はい、1年足らずでデビューしちゃったんで、CM、うん、でも柴田さん1本目 あの映画 映画で、だから、なんだろう、公演は1回だけおかげ参りっていうのをやっただけで、何も訳も分からず、あの外でこう叫んだり、おー行くもよって言って叫んだり、ウイロウリを暗記したりさ、ウイロウリ私も聞きました、電車 のつなぎ目で、あの聞こえないようなところで大きな声で言ってたり、あとスタンフラウスキーのね、メソッド、メソッドをやってたり、なんかそんなにしてたんで、ちゃんとそのある一定の期間お芝居っていうのを勉強した期間がなくて、でデビューしちゃったんですよ。でもあれじゃないですか、その時も特に怒られたりされなかったんじゃないですか。怒られはしないよね、やっぱり。だから最初から芝居ができる方なんですよ、うん、きっと。できるっていうんじゃないと思う。今で今見るとヒットでも、うん、昔のあるんですか。あるあるよ。あ、そっか、主演の映画とか。ひどいよ、そんなことないですよ。よく監督これで OK 出せたなと思うけど。ねえ、まあでも分かります、私もひどいなって思います。今の話じゃないけど、布施君の、あの言ったね、うん、あの台本の持ってるリズムとか言葉とかっていうのは、うん、はい、我々はその言葉とか、うん、そういうものを空間とか映像とかをあの仕事にしてるでしょ、はい、だから、はい、そうですね、その世界では一般の人が掘り下げないようなところまで掘り下げているから、はい、もっともっと詳しいはずなのね。あ、一つの言葉に対してこのそれを分解していって、
こういうふうに楽しめるとか、うん、こういうふうに言えるとか、それが響いてこうなるとかっていう、うん、それがその相手に響くのか、うん、見てる人に響くのか、それこの空間に響くのかとか、うん、そういうそのなんかアーティストの分野の捉え方、はい、言葉一つに関してもで、うん、最近思うようになったんだよ。最近でもあのちゃんとやってる人は、はい、そういうことをやってんだよね、うんうん、あずっと前から、うんうん、って思うようになってきた。最初に憧れた俳優さんとかいらっしゃるんですか？スティーブ・マックイーン。おお、かっこいい。でロバート・デ・ニーロ。うん、海外ですね。わかんないですね。え、マジで？わかんない。スティーブ・マックイーンわからない。わかんない。夜中、真夜中の。え、真夜中の？え、真夜中のカウボーイ？あれはマックイーンじゃない。あれはあのダスティン・ホフマン。あ、わかんない。スティーブ・マックイーンってね、あの俺よく見てたらテレビシリーズなんだけど、はい、なんだっけな。タイトル忘れたけど、かあの西部劇ですよ。でウィンチェスター73っていうあのライフル銃を短くしたランダムっていう、はい、あのもう下げてて、へなんだっけな、とそれからゲットウェイとか、はい、あのダイダストとかね。ああ、ダイダストを見た。そうだそうだ、あのバイク乗って、そう、車が好きでレースなんかやってるからうまいんだけど、あと栄光のウーマンとかに出てたり、ブリッドとかっていうそのあれは何アクション映画かな、かっこよかったんだよ。拳銃の扱い方が独特で、ちゃんとその拳銃を扱うにもスティーブ・マックイーンだなっていうのがあって、うん、話は分かんないかもしれないけど、なんかやっぱり真似されたんですか？うん、普通はガチャってやるんだけど、はい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 、マックイーンはカシャってやるんだよね。あ、こっち、こうやったりするわけ。あ、こうじゃなくて、こうじゃなくて、前じゃなくて、この脇で、うん、なそれは何のこだわりがあったんですか？いや、こだわりあるんですよ。それそれ何のこだわりなんですか？それで聞くね、聞くね、結構でも別にこっちだから、それを、ま、俺は真似してるところがあるんだけど言い方、うん、いや、なんか、なんかこう間違えて打っちゃった時に自分の腕痛いなってそれない、それない出るんですか？こっちバーンってやったら地面だから弾が入ってるかなって確認する時にカシャってやったりね。なんかそういう仕草がね、あ、まあ、男の中ではかっこいいっていうことなんですね。あのかっこいいなみたいな、なんか別にデニーロさんもかっこいいですよね。別になんかタクシードライバー、かっこいい、タクシードライバー、タクシードライバー、いや、タクシードライバーって映画になったら、はい、すいません、洋画にめっぽう弱いもので、ちょっとなんか前インタビューに答えられてるのを見たときに、はい、もうその普通の女の子からちょっと質問があって、どうやったらあなたみたいに成功できますかみたいな、うん、それに対してデニーロさんが見極める目を持つことだって言ったんですよ。あ、答えたんだ。見極める目、見極める目を持つ、なんかどんな分野でもどんな仕事についても見極める目を持っていたら必ず成功する。深いね。深いですよね、はい、なんかすごいそれが私二十歳ぐらいかな、なんかたまたまテレビで見て残ってて、じゃあ自分は見極めてるってことですかね。かあ、でも成功じゃないかな多分。でなんかそういう目を自分が養ってきたから、なんとかこういう今ここにいられるんだよみたいな。そう、そっち、それ違うから、それと、それと今見極めてるってことですか？これと見極めて、でもそれはさ、アメリカの社会での話だし、日本だとも違うかもしれないよ。そうですね、また違う。ゆるきさんどうですか？成功？はい、成功、成功者。俺は成功してないよ。してない、成功してると思わない。ちょっと全然成功してないとか言っちゃう。運が良かったっていうか、一つはこの常に前見てるってことだよね。で逃さないっていう。わあ、やっぱ見極める目、目がね。見極めるんじゃないんだけど、貪欲にこう上を見て、まあね、ただ一つ言えることは、はい、遠くを見てた方がいいよね。遠く。近くを見るのも大事だけど、
実際に歩くときには近くを見るけど、あ、目標は遠くに置いといた方がいい。確かに高いところっていうの、電車とかも遠く見ないと気持ち悪くなっちゃいます。そっち？そういうことじゃないんだよ。やっぱ今日独特だわ。すごい、すごい演劇の空気感がすごい独特なんですよ今日。例えばさ、あの町一番って、はい、になろうって思うよりも、世界一になろうと思えば、はい、そっちの方に向かって歩くと自然とエネルギー配分とかポテンシャルとかってそういう風になってくるんだよね。確かに。でそこに到達しなくても気がついたら町一番を通り越して、通り越して、うん、日本一になってるかもしれないし。確かに目標は高くとは言われてきました、うん、常々。すごい。だってそれで着実に、うん、この着実にですよね。ひろきさんが出たこちらの CM、はい、すごい売り上げだったんですよね当時。そうだよ、200億本もう200億本一 一気に。なんでですか。社会現象ですよ。社会現象。いやもうこれはねダントツだったんですよ。一桁違ってた。ダントツ で当時は今あの、何あのコンビニエンスストアとかでも買えるけど、はい、そうですね、僕がやってる時は薬局でしか買えなかった。え、そうなんですか。そっか、お薬みたいなもですね。でも他にのどこでも買えるようなその栄養剤のよりも売り上げが多かったんで、すごい。それは僕のせいじゃなくてもともとコンセプトが良かったんだよね。でもそれでもリポビタンでデーって何だか知ってる。デーですか。デーってリポビタンで、なんだろう、デラックス近い近い、デトックスこれデトックスじゃないだな。すごいすごい最近の言葉かなり前から使ってたんだね。ねえ、すごいですね。これデリシャスなんだって。デリシャス、はしゃなかったですね。薬って苦いじゃん。はい、苦いね。でもこれ美味しいんだよ。あ、確かに美味しくて飲めます。美味しく作ってデリシャスにしたんだ。ああ、なんかビタミン C 的なやつじゃないですね。C じゃない。デリシャスなんですね。これに入ってるのはタウリンっていう。タウリン、うん、あの成分が、まあ、売りっていうか。リボビちゃんティーじゃないですね。じゃあタウリン。タウリンが入ってる。タウリン。タウリンが1000ミリ入ってる。タウリン。2000ミリ入ってると思うし。そうだよ。タウリンっていうのは目がシャキッてする。目がシャキッとするから。タウリンって、はい、肝臓にいいんです。そうなんですか。肝臓にいいのと、それから本当子供が生まれて、あの母乳の中にタウリンがいっぱい含まれてるんだけど、知らなかった。あらま。母乳で育ったずに粉ミルクで育つ。あ、はいはいはい。タウリンが入ってない時期があって、そうすると脳の発達が良くないのね。あ、じゃあ母乳の方がいいってことですか。母乳にタウリンがいっぱい入ってた方がいいです。入ってた方がいいってこと。じゃあこれ飲んどいた方がいいんですかね。ダメだよ、それ赤ちゃんにいっぱい飲ませちゃう。ダメじゃないですか。取りすぎちゃダメみたいな感じ。あ、そういうことか。自分の子供が生まれる時に、あの生まれてすぐ、はい、あの病院に言って、タウリンありますかって言って、はい、これを何本も飲ませるわけにいかないから、そうです、ね、妻にね、はい、でタウリンを飲ませてもらって、へ、だからそれが母乳から出るからいいんですね、うん、脳の発達がいい子になるんだよ、ね、へっていう。それから肝臓にいいので、飲む前にこれを一本飲んどくと、はい、あの飲まない時よりも悪酔いしない。すごいですって皆さん。伊達に一発って言ってたわけじゃないですね。伊達に言ってませんね。ちゃんと理解した上で一発だった。言うよね。だって12年近く一発だよ。すごいな。ファイとか一発どっちかしか言ってないんだよ。ファイとか一発か。え、そのセリフはあれなんですか。現場でっていうのがね、現場で決まったんですか。あ、確かに。いや、あの現場で決まったというか、現場でどっちがやるかって、あ、もう台本で決まってたわけですね。そうもう普通に。あ、それをひろゆきさんが、がじゃあ僕一発でね。いや今回は渡辺君が一発だと。監督が。ああ、そういう感じですね。監督がちゃんと決めて。ずっともうスティーブ・マックイーンって遠くを見てたから。知らなかったです。体作りもしっかり。しかし大鳥さんは見極める目持ってますか？聞くね。はい。持ってますか？ちゃんと。持ってます。おお。思ってるそうです。ということで VTR 振りをお願いします。すごいVTR 振りは、はい、わかりました。続いての振りは何ですか。はい、最後の
エンタの TV です。よ、待ってました、エンタの TV。 イエーイ。ということでですね、どういう内容になってますか？はい、まあいつもの中野さんが先生をしてくださって、はい、で皆様が演劇を見るのを楽しめるようなナビゲートをしてくださって、なるほど、はい、演劇の、演劇のためのやつですね。はい、ということで、演劇の楽しみ方を教わるコーナーですということで、はい、それでは VTR 振りこちらですね、はい、VTR ファイト一発。I'm going my way, I want the aspire to the mildest feelings. No matter what happens, why だけ見てここまで来た I'm here. どっこにしちゃった。お疲れ様でした。しこしこ。すごいアクティブでしたからね。すごい頑張ったよね。いや、本当にロッキー辛いですね。ねえ、ね、バラエティロケね、結構頑張ったよね。爆破で消滅しちゃうかと思って。いや、ほんとに飛ばされてしまうかも。ねえ、ミオリちっちゃいから飛び育った。いや、本当に私だってもう頑張りました。地上してこうあの釣り抜けるのすごかった。もうすごい飛騨さんがの2代目を継ぐのかな。こんな3代目、3代目、3代目なんですね。へえ、頑張ったな。うん、頑張った頑張った。大丈夫、痛かったね。はい、ちょっとお腹空いちゃいましたね、子供だから。でもまあ、じゃあ小腹にちょっと。あ、そうですよ。もうね、ちょっと満たされるかも。すごい、いろいろつけていいですか。じゃあ早速いきますよ。はい、こっち。はい、いるかな、中野さん。中野さんいるかな。今日もう一頑張りしようか。おー、やったね、待ってました。まだ着替えてないんだよね。結構気に入ってるんだよね。あとね、進撃のこともうちょっと喋っといた方がいいんじゃないかなと思って。ぜひぜひ。まあ、あのここでこれ前回で今日終わりにしようかなと思ったんだけど、うん、はい、もうちょっと粘ろうかなと思って。お、進撃、築地小劇場の話したんで、はい、ね、あの進撃の話もうちょっとしたいなっていうふうに。イエーイ。もう本当に僕らの現在とつながってますから、ね。はい。前回だいたい大正ぐらいまで話したのかな。そうですね。で、昭和に入っていくとね、うん、一回ね、進撃はね、苦しい思いするんですね。どうしてだろう。なんでかというとね、特にね、あのソ連との結びつきって非常に強いんでね、うん、進撃の劇団ってね、あのかなり左寄りなんですね。左翼思想が強いんですよ。ソ連わかる？ロシア。ソ連、はい、わかります。で、はい、そういうものと一体になってこう劇団活動もやってるんでね、うん、まあ、一回弾圧されるんですよね。そうなんだ、はい、宗教的なのとちょっと近いものがある。で、弾圧されて、うん、かなり、まあ、当時のね、あの俳優さんたち苦労するんですけど、うん、これがですね、戦後になるとまたこう息吹き返します。だから戦後ね、あの、まあ、ちょっと右に寄りすぎたっていうんで戦争やって負けちゃったんで、はい、左寄りの人すごい元気になるんですよね、左翼の人たち。でそういう中で、まあ、進撃の劇団がすごい力をつけていくんですけど、進撃の劇団、これは覚えてください。あの代表的な、まあ、三座、三劇団があるんですね、はい、でまず一つはね、文学座ですね。お、文学座、今もありますよ当然、はい、文学座、養成所出た俳優さんがすごいいっぱいいますけどね、うん、最近だと活躍してる文学座の養成所出た俳優さんで長谷川博己さん。あの方もですか、はい、文学座で演劇の勉強をなさったという、文学座伝統ある劇団ですけれどもね、うん、それからあの寺島しのぶさんなんかも文学座ですね。あ、はい、すごい歌舞伎だけど、ね、文学座はね、割とこう、うん、てか翻訳ものと和服も着たものと日本の作家が書いたものとってバランスよくやっていく文学座ですね、うん、で、三劇団のうちのもう一つ、2番目、俳優座。俳優座ですね。俳優座ってのありますね。千田コレアさんという人がもう非常にこう、うん、あの代表をされていた俳優座っていう劇団なんですが、はい、ここからはですね、まあ、養成所出身のもうキラボスのごとくスターを輩出した宇津井健さんだとかね、中台達也さんだとかね、あのいろんな人輩出してますよ。あの市原悦子さんですとかね、栗原小町さんですとかね、いろんな人、大女優、大俳優を生んだ劇団なんですけど、俳優座はね、割とこう、なんとか先鋭的な作品が多いですね。
だからメイクもこうなんていうかゴテゴテっとした感じなんですよ、ね、へで舞台装置もちょっと抽象的だったりして前衛的ってそういうの言うんですけどね、あの新劇三劇団の中でも最もなんていうかなとんがってるとんがってた劇団ですね、俳優座。今六本木に俳優座劇場ってあるの、はい、あれだから俳優座の、うん、持ち物劇場なんですよ。あ、そうなんですね、はい、で1階にバーがあってね、でありますね、行くと六本木ですから土地柄ほらあの外国の方たち飲んでる対して、ね、とんがってる、うん、なんかそういう、 こう新しいものに対して敏感、特に敏感な劇団ですね。で次がこれ民芸、民芸、民衆芸術劇場、初めて聞いた、民芸、民芸っていうのはあの非常になんていうかあの弱い人の味方っていう台本をね、たくさんやった、ね、例えばもうすごく痩せた土地でね、頑張って生きてる人たちとか、北海道で頑張って生きてる人たちですとか、あのそういったあの労働者たち向けのね演劇っていうのにすごい力を入れてた、まああの左翼思想が強かった時代でもありますので、うん、そうなんですか、こういうのを体現する代表的なあの俳優さんとしては宇野重吉さんとか、ね、それから滝沢治さんとかね、あの寺尾明さんっていう、まあ、歌手にしてね、あの俳優さんいらっしゃるじゃないですか、はい、寺尾さんはあの宇野さんの息子さんなんですね。あ、そうなんですか、知らないんだ、知らなかった、そうなんだ、知らなかった、というふうに未だにこう今に至るまで連綿とこうつながっている新劇三劇団が中心にあって、戦後周りに衛星劇団という言い方しますけどね、まあ、いろんな劇団がこう誕生していった、で、翻訳ものをやりちょっとこう左翼思想が強くてっていうような傾向の新劇団、もう今となってはあんまりこう政治色っていうのはなくなってきてますけれどもね、あの多くの人材を映画なんかにも輩出したっていう新劇三劇団、これを覚えておいてください、はい、はい。だから皆さんね、あの普通にこう仕事をされるような人たちの中に新劇出身であるとか、特にあの人を育てるっていうねシステムがあのものすごくきちっとしていた三劇団なので、あの養成所出身の俳優さんっていうのねすごく多かったと思います。劇団性がすごく強かったですが、いいところはあのトップ俳優さんが主役やったら今度脇役やるとかね、うん、脇役も大事っていう、はい、こう、ま、なんかこう台本のために舞台のためにあの一スタッフとしての俳優っていうんですかね、ま、もうスターとして君臨するっていう、みんなで劇を作るんだっていう意識がね非常に強い、三劇団という新劇の劇団という傾向がありますね、はい、お分かりいただけましたか、はい、はい、なんか今の劇団の下地を作ってるのがこの3つなんですね。そうですね、今につながるこう昭和戦後のあの劇団、そう今だにつながる劇団の形の下地を作っているのが新劇団というふうに言えると思いますね、はい、いいですか、はい、今日盛りだくさんでしたけど、はい、はい、盛りだくさんです、勉強になりました、はい、あのお仕事されてる方たちの中にそうですよね、もう存じ上げてる名前が、はい、出てくる時代ですもんね、お話しして私ちょっと勉強してきましたよって言って、はい、でまたこういう劇団、はい、劇場にもね足を運んでくださいね、はい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 、どうもありがとうございます、ありがとうございます、今日ここまでしましょう、あ、ね、また次回、もう次回もぐっと現代寄りでね、おー、時間になっちゃうね、はい、時間かけてやりましょう、はい、じゃ今日お疲れ様です、はい、お疲れ様です、はい、じゃあまた、はい、ちょっとゆっくり休みましょう、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、いやー楽しみ、はい、そうです、私結構、はい、あの結構2回、うん、中野さんの舞台出させていただいてて、テント芝居やらせていただいてるんですけど、もうすごい極寒なんですよ、極寒、だって袖が外だから、あ、そっか、しかも冬とかにやるんですよ、それは寒いですね、水とかも使うので、なんかかぶったりとかして、楽屋とかどうしてるんですか、楽屋テントです、テント、テントか、外のテント、公園の外にあるテントで、でストーブが、まあ、あったりなかったり、あったりなかったりで、まあ、カジュアルさんのとこでね、うん、まあ、弟子みたいな人だもんね、そうですよね、
一時代を築いた方々と、なんでああいう時代のものをちょっとやらせていただいたりしたんで、ちょっと割とねあの時代の熱さをなんかこう演劇でまたみたいなちょっと思ってるところがあったりとかして、すごいバカなんですけどねバカなんですけどね、なんかいい経験したよね。そうですね、ありがたい。そうです、そういえば、はい、ひろゆきさんと初めてご挨拶させていただいた時も舞台だったんですよ、あの、僕は誰っていう舞台を、あの松本匠さんっていう俳優さんがいらっしゃるんですけど、その方の、ご招待というか、させていただいて、松本匠ってリスって呼ばれてて、リスプロっていうのを、まあ、カンパニー持ってるんでね、はい、で彼と出会ったのはあの今井正幸が、あのずっと舞台もやってたんだけど、その映画で、脚本監督主演をやったウィンズ・オブ・ゴッドっていうので、あの2人組の、うちの1人を松本拓実リスがやってて、そこに僕映画で出て、で映画に出るの珍しくリハーサルを3ヶ月ぐらいやった映画なんですよ。3ヶ月も、全編英語だから。あ、そういうことか。そうなんですね。そっかそうか、そうでしたね。そうか。で肉練があったりするの。肉練ってもう肉体の訓練があって、毎回毎日、でそこで耐えられないとリキャストされて、だからなぜかというと、これから特攻で死んでいく役を演じるんだから、そういうことかっていうことで、極限までっていうようなことを経験して、なんかもう密になるじゃん。それはそうですね、それはよっぽど濃い時間ですよね。あの声かけてくれて、あの舞台にね、劇小劇場だから B1 100人ぐらいしか入んない、それも四角いステージで、三方、はい、あの客席で、客席ここなんですよ、心なしかない、すごい間近で見せてもらって、もう超近いってことですね、面白かった。いや、もうね、素晴らしかったです。緊張しますよってお客さんこのまま前目の前にいるからって言われたんだけど、緊張します。逆に3カメで狙われてるみたい、取られて芝居してるみたいで、自分としてはなんかこう動きが決めやすいんだよね。あ、逆に。あ、そうなんですか。こっちは裏で。裏の時にこっちに回ろうとかって、楽しめた結構。すごい、そのひろゆきさんの芝居能が欲しい。俺もめちゃくちゃだからね。めちゃくちゃ。でもまああの、基本にしてるのは、あの解釈をストレートに、最初ストレートに読むじゃん。悲しくなる、涙が出る。で読んだ後。自分で役を作り出す時には、ストレートじゃないところにどっか行くわけよ、横とか上とか下とか反対方向に、だから泣く、涙が出ると思ったら笑ってみようかなとかね、笑ったらどうなるか、でそういうところに結構あの答えっていうか伝えやすいものがあったりして、っていうのは悲しい時に思いっきり泣いてるやつって悲しく見えないでしょ、かわいそうに見えないよね。でもそれを隠して顔を見せないとか背中を向けたり、笑顔を作ったりして、でもなんか息がちょっとおかしくなるとか、そういうところにもう悲しさの表現ってあるというか、そういう人を見たらこっちが悲しくなるじゃん。確かに、だからそういうところに答えがあるのかなと思って、とりあえずストレートに解釈してちょっとひねくれて作り出すわけだね。そう、なんかこう答えが見えてくるって。事前にすごい稽古されてから現場入られるんですか。あ、そうです。あ、そうなんです。そうしますよ。自分で、まあ、もうあの動いたら稽古じゃないけど、自分でイメージを作るのに、だいたい俺あの朝スロージョギングしながら、ゴミ拾いやったりするんだけど、自分でセリフを人のセリフまで入れたやつを吹き込んで、それ何回も何回も聞きながらやるわけ。ただ聞いてるだけなの、スピードランニングみたいな。スピードランニング、で聞いてるうちに
自分が演出家になったような感じになって、いやここはそういう言い方じゃない方がいいよとか、ここちょっとトーン落としたらどうなのとか、この句読点をちょっと変えてみたらとか、はいはいはい、自分 でやってるうちに面白くなってくるんだよね。あそれがなんか役作りっていうか、なるほど、あその時にもう降りてきてる感じするもんね。そうですね、役がすごい演出家ですね。もうなんかいやでもそれはいろんなの見て、はい、見て多分こう感じるのがあって、多分こういうことやってんだろうなとかって思って、ここで外した、あ下向いた、絶対ね計算されてるのね、いい人の芝居って。そっか、計算されてるというか、わかります、ね、あの無駄がない、ね、無駄がないのね、まばたき一つにしても、はい、あ確かに、あ俺まばたきしないよあんまり、確かに意味のあるとこしかしないね、俺10分まばたきしないといけない。ゴミとか風があってもですか、なければなければはい、すごい。あのお昼のドラマで花の嵐っていうのが、はい、オープニングで、うん、人形オルゴールに乗った人形のようにこう高木美帆さんと2人でぐるぐるぐる回るので、はい、その間一回もねまばたきしない、しなかった。辛い、すごい乾かないですか。まばたき一つもあの、はい、人の演技見るとあちゃんと意味持ってるなとかってあったりして、まばたきそこまで見たことなかったかもしれないですね。そういう風にして芝居を見るときも、うん、そういう風にして人の芝居見てるとね、うんうん、楽しめるし勉強になるし、うん、確かにいつかやってみようとかって思うんだよね。なんかね、私もすごいまばたき多いなって自分で思ったんです、はい、自分のその映像を見ていて、映像見ててなんかそれは分かんないね自分でね。そうなんですよ、気づかないですよねまばたきって。あ、この人だけみたいなありますね。そう、うんうん、オーストラリア人の監督のワークショップを受けた時に、はい、あの、はい、実際にこう芝居してみてカメラで撮られて、うん、で自分 の, そのしがちな癖みたいなのを知っとくといいよって言って、うん、はいはい、で自分そんなことやってるつもりないのに、はい、あ俺こんなことするんだってあこれ癖だよって言われて、あそういうのも必要だよね、自分が分かるってことだよ。あ確かに、うん、でこれをやるなっていうんじゃなくて、はい、それもちゃんとあの芝居にした方がいいよってやるんだと、うん、確かに、うん、そう癖ってなんかいろいろ舞台とかでつけたりするんですけど、はい、やっぱりやりすぎたりするとすごいお客さんから指摘されたりする。あそうだよね、あれ究極ナチュラリズムだからね、うん、まあ確かにナチュラリティだからね、ナチュラルが一番ですね、うん。まあ、ということですけども、はい、まあ、そんな中ですね、私の NMB48 の何枚目でしたっけ17枚目かな、17枚目のですね、ま、ニューシングルが発売が決定になりまして、はい、ありがとうございます、はい、ご視聴者の方がもうみんな喜んでますよきっと、はい、特に12月の27日に発売なんですけれども、いや今年初シングルです、はい、そうなんです、でありがとうございます。目白押しだね、はい、いや本当に12月に嬉しいことで初シングルが出て、はい、まあ、初シングルというか今年初です、そうです、今年シングル出せないんじゃないかとヒヤヒヤしてたんですけども、うん、そんな中17枚目のシングルが発売になりまして、おめでとうございます。まだ選抜かどうか分かんないんですけど今の時点で私は、はい、でも選ばれるように頑張りま す, です、ね、はい、もう未来がずっとあってはい、そういやそんなこともないですよ、見極める目がまあありますけどイーグルアイ的なのがあります。ギラギラしてる、ギラギラしてます今。さあ、はい、あ、そうだ、ひろゆきさん大丈夫ですか、ゴルフの、はい、ゴルフ、ゴルフ、そう、ゴルフ番組ずっとやらせていただいてて、今年の9月いっぱいでもう終わってしまったんですよ、はいね、終わっちゃったんですか、あら番組自体がもう終わってしまったんだけど、本を出されてます、ね、それで、まあ、それに間に合うようにっていうわけじゃないんだけど、はいはい、自分があの60を過ぎてふと気がついたことがあって、こちらのでこういう本を出させていただきました、60還暦過ぎたら90切れますよって、すごい、なんでこれ気がついちゃったんだ俺、
どういうことですか？そうか、なんでゴルフって上手くなんねんだろうって。ほう、はあ、プロって、プロになった瞬間に上手いんですよ。プロになった瞬間に。で、俺は音楽やるけど、はい、プロだからアマチュアから見ると上手いんです。ほう、プロだから。あ、プロですもんね、はい、アマチュアはアマチュアなんですよ、はい、どこが違うんだろうなってゴルフやりながらずっと思ってたわけ。どこが違う？だからそれを音楽に、自分がやってる音楽に比喩してみたら、はい、あ、そうか、俺はこれどうやったら叩けるのかなと思って叩いてないよな。ほう、ドラムなんだけど、あ、こういう音でやりたい、あ、この空間でこれで参加したいって思うと、はい、勝手に反応するわけ、体が。お、ね、はい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 。ゴルフもこういう球をあそこに打とうって思うだけで勝手に体が反応するはずなのね。スタンスとかグリップの位置だとか、はい、軸回転だとかどのぐらいテイクバックするだとかって考えないで、もうできてるのがプロなんですよ。あ、ですって。ゴルフ好きな方、それができるようになるためにはどうしたらいいのかなっていうことを書いてたわけ。それはすごい。あの、頭で考えて動く運動ってないから、はい、イメージが体を動かすっていう、ね、でちゃんとイメージに反応するような、はい、あのスイングを練習しましょうっていう、ね、イメージ、そしたらあのいいですよっていうね。ということで、はい、芝居にも精通するんじゃないですか。まあ、そうに僕はもう比喩してるから、はい、ね、これ読まなきゃ。読みましょう、読みましょう。さあ、ということで今週お送りしてまいりましたがいかがでしたでしょうか。どうでしたか、ゲストで来ていただきましたが。今回で終わり。いや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 、いや、また来ていただければ。まだまだ来るの面白い、はい、全然全然。もうむしろここで今度は何か試してよ。食べましょう。カフェの、確かにお腹すきますよね。なんかお腹すきといえば、なんか東京ラーメンショーっていうなんかのもあるので、ぜひ今やっているので。うまそうだよ、はい、どうですか、この後行きますか、一緒にみんなで、ね、でも多分もう時間的にはこの時間やってないですけどね、多分、この時間やってないですけど、朝10時から9時まで。これ発祥の地の生まれだから。そうなんですか。そうだよ、日本で最初にラーメン食べたのは水戸黄門だからね。ああ、知ってます、それ。なんか聞いたことある。水戸さんですよね、あの黄門さんですよ。水戸黄門さんですよ。そうなんです、大好きなんですよね、私。水戸黄門、水戸黄門大好き。おじいちゃんがめっちゃ見てたんで。もんどころ。じゃあちょっとその話はまた後日、はい、そうですね、伺うということで。じゃあ今回はもう本当に楽しく勉強させていただきました。ありがとうございました。お疲れ様でした。たくさんいろんなお話をはしょってしまって本当にすいません。すいません、ね、すいません。だんだん分かってきた。そう、やっぱバラエティのね、面白さはこういうね、あのいきなり性だと思うんですよ、うん、やっぱお芝居のように組み立てるようなこうじゃなくて、バラエティの面白さっていうのを分かっていただければと思いました。勉強になります。ありがとうございます。勉強になります。さあ、ということで、すごいまとめたね。まとまりましたね。びっくり、すごい。バラエティに関しては、ね、そうなっちゃいます。先輩お願いします。いえ、まあ、メイン MC なので、はい、ありがとうございます。それではじゃあ来週のゲストはですね、はい、この放送の後に公式ツイッターの方に、お、はい、乗ります、出るので、ぜひチェックしてみてください。アットマーク激玉0909です。はい、じゃあ、それでは何週か後にまたゲストで来させていただきます。お願いします。します。もうむしろこちら側でもいいんですけど、ね、どういうこと。もう本当にこちら側に行ってたやばい、本当に。ポカホンタスこっちだって。ポカホンタスじゃないし。ね、どん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 。じゃあ、まあ盛り上がったところでもう今日は終わりにしましょうか。はい、ありがとうございます。それでは来週も見てくださいね。はい、このもんどころが目に入るのか。あ、リポビタンディーだった。イエーイ。またねー。また守ってくれたのはあなただけ。迷いのない愛、他に何もいらない。そばにいる時間もあなたも私の宝物。かけがえのない
あなたへの愛